怖いんですけど、それ聞くたびに。俺マジで。俺1ヶ月後ぐらいなんかもう泣きながらこの動画見てるとかないですよね。はい、皆様こんばんはです。第3回まるまるって誰やねん。こっちの、ラジオ配信でございます。というわけでですね、本日もゲストさんに来ていただいてますので、登場していただきましょう。この方です。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、枕社長です。よろしくお願いします。お願いします。します。イエーイ。頭半分出てる。自己紹介、僕はもう何回も聞いてるんですけども、していただこうかなと思ってます。自己紹介。もうほんま軽くでいいですよ。枕ゲームズっていう3人で、ゲーム実況配信してるグループの、社長です。枕社長です。おちさんとはよく一緒にエーペックスやってますね。はい、やってます。エーペックス仲間ですね。デドバもねよく教えてもらってます。はい、キラーをねいつも教えてもらいます。だけどね、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。緊張しますね、なんかね、自己紹介とか。なんか改まって言われたらね、ちょっと。なんかね、なんか緊張する。はい。枕探してて、たまたまゲーム実況見てまうやついます？まあ、これはもうなんか、本人はね、あんま言いたくないって言ってるんですけど、あの名前のね、はい、由来を軽く教えていただければと思ってます。もうだって、本間のやつでしょ？いや、まあ、いいっすよ、ゆるい方でも。オブラートの、オブラートの方でも。もう無理やん。もう無理やん。いや、いいですよ、もう言うてるんでね、配信とかで。そうそう、だからその、はい。はい、いいっすよ、いいっすよ。めっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいわ。これね、チャンス、酔っ払ってる時に一回ポロって言ってもうて。なんかそっからでも俺、何回か聞いてますよ、だって。そう。もう言うてもってるやん。まあ、言うてんすけど、シラフでめっちゃ恥ずかしいんですけど、はい、まあ、昔のね、彼女がいまして、はい、その彼女をね、腕枕してたんですよね。うん、はい、じゃあ、腕枕してるときにその彼女がね、うん、あんた、うちの枕やなって言ってきたんですよね。はい。はい、で、俺が、そやで、お前の枕やでって言ったとこから枕になりました。はい、なるほど、というわけで。それ社長っていうのは配信始めてからですね。はい、はい、もともと枕ゲームズの枕やったんですけど、はい、そのまあ社長なんかこう見てる人らに言われ出したんですよね。うんうん、社長って。それで社長を後々つけたんですね。うん、チャンネルできてから後に。うん、はい、で今枕社長と社畜2人っていう設定っていうか感じになってますね。まあ周りに言われるんで。うんうん、いや怖っ、めっちゃ怖い。ウォッチさんはまあ俺が知ってる中で一番、うん、視聴者に厳しい実況者なんでね。それがおもろいんですけどね。まあ度胸あるし、普通思っても言えないことも 言うんでね。見てる側はおもろいですよね。はいはい、やれって言われたらなかなか自分はできないんですけど、ビビってそんなもんすかね。まあ前もね言ったことやけどね、うん、野獣先輩先輩ね、に対してのあの冷たい態度とかも俺爆笑しましたけどね。名前差別。100% なんで。あの野獣先輩って名前ろくなやついなかったんでとか言って。参加したい言うてる人にね、まあ、大丈夫ほんまにとか言って。最近うちも来ないですけどね、そういう人。まあ、ごでんちさんこんばんはとか言われたら、うん、はって言うけど。許してあげて、それ。違うんですよ。その、最初ぐらいちゃんとしようよっていう。逆にね。うん、初見です、こんばんは。って言って、あ、どうもってちょっと喋ってから、ごでんちさんは今何しはるんですかとか、いきなり、ね、その、何回かパスだってそう言われるのはいいんですけど、いきなりもう第一声それ言われたら、はって。そうですね。確かにちゃんとこうコメントね入れてくれてて、たまに無茶ぶりとかあってもちゃんとやってますもんね。そうですよ。一発ギャグ。ちゃんとやるんですよ、意外と。俺あれ絶対いけると思ったんですよ。なんでそんなせなあかんねんって言うかなと。
思って見てたけど、ちゃんとやりましたもんね。じゃあそうじゃあやりましょうかつこうね、トラブルも好きなんでね。ああ、そうか、じゃあもう言うたろうかな前もね、だってあの時、俺笑ってたでしょ、めっちゃ。まあまあ、確かに確かに。ねえ、俺結構好きなんですよね。いや、別にバカにしてるわけじゃないんですけど、はいはいはい。なんか、それも人じゃないですか。まあね。人間らしいじゃないですか。はいはいはい。ね、なんか、ムカつくとか、うん、まあ、いがみ合って言い合うとかも、はいはいはい。言うたら、可愛いもんって言ったらあれやけど、うんうん、配信とかゲーム上で言い合いしてるなんて、別に殴り合うわけでもないし。はいはいはい。だから別に僕は全然笑えるんですよね。はいはいはい。まあ、よっぽどなこと言い出したら、おいおいってなりますけど、うん、うん、殺すぞとか言い合いになってきたらね、まあね、それはもう、うん、ちょっともうね、聞いてられへんし、一回切るでってなるかもしれんですけど、うん、お前、それちょっとちゃうやろみたいな、はいはい、いや、何が悪いねんって本気で言い合ってもええやんって俺は思うんですよ。はいはい、うん、だから俺はゴチさんみたいなタイプの人好きで。あ、うん、だって人間見ないと、思んないっしょ、見てる方。まあまあ、そうですよね。ね、なんかそのみんな仲良し小良しで気遣い合って、なんかその表面上のね、うんうん、なんか軽い言葉だけでゲームしてるとか、俺はあんま思んないんで、うんうんうん、それだったら別に言いたいこと言って喧嘩するぐらいの方が俺は見たいんですから、自分もそういう配信でいいかなみたいな。なるほどな。お前みたいなアホはヤクルト持ってたっけ。まあ、でもこれもみんな一緒やと思うんですけど、その参加してきた人で嫌な人ってどんな人っすか。まあ、その慣れ慣れしいやつはもちろんそうやろうけど。俺嫌な人、いや、それは一番は俺は、はい、あの、なんでしょうね、な、ゲームの中のこと指摘してくるやつとか。ああ、はい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 、はい、そのうまい人とかでね、うん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 、たまにもう上手くなくても言ってくるやつはたまにおるんですけどあの、いやいやみたいな参加型やって嫌なはそんなんとか。なるほどな。まあ、その周りの人、俺らじゃなくて周りの人に害がある人は嫌ですね、確かにね。そうですね。あとはもう自分が主役と思ってるやつ、それそれあ、マサオさんこんばんは。あ、それ、あの、俺が主役なんでいや、ほんとそうよ。そのなんかね、俺が俺がみたいな、うん、がやたら強い。そうですね。喋ってくれるのはいいんですよ。そうそうそう。キャッチボールでね、めっちゃわーって喋るんやったらいいんやけど、うんうん、なんかもう俺が喋ってようがお構いなしに自分のことを自分だけ喋ってるみたいな。そうなんですよ。あれはちょっと空気読めよっていうか、ねえ、ぶっちゃけだって見てる人らはそいつの画面なんか見えへんし。見えへんし。そう。お前見に来てないし。なんていうかな、言ってること自体は多分セーフなのかなと俺は思うんですけど、はい、その態度にめっちゃ出てる人とかもうちょっとあーって、まあ踏みとどまってるけどちょっと危ないなって思う人もいるんですよ。例えばデッドバーとか、肉カバー入ってください、肉カバー入ってください、あー、いや大丈夫です大丈夫ですみたいな感じの人いるじゃないですか、まあ、例えばね。はい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 、はい。言ってることは、まあ、確かに全然怒ってないし、あ、やられちゃったかみたいな感じなのかもしれないけど、めっちゃなんかもう態度に出てるというか大丈夫とは言ってるけど、なんか、あ、思ってんなこいつみたいな。今イラッとしたよねってそうで、今イラッとしたよね、あ、イラッとしたよね絶対、そのあーの時にイラッとしたよね、うん、みたいな、だよねそうそうそう、あー、確かにね、それずるい、ずるいですよね、そういうの。あれね、言いにくい。そうそうそう、うん。指摘しにくいのがね。わかる。あれはちょっと。鼻で笑われたりね。そうっすね。あの辺はちょっとグレーゾーンというか、まあまあまあ、耐えてる方ではあるけど、みたいな。まあまあ、本人も頑張ったんやろうけど。うん、頑張って耐えたんやろうけど、出たよ。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 うん。うん、その制裁するほどではないけど、ちょっと嫌やなって思うやつね。そう。なんか怒ってるって聞いたら、なんもないっていうやつね。いや、絶対怒ってるやん、ね。それやばい。そういうやつ嫌いやわ。嫌いっすね。ねえ。ようおるでしょ。いる。ようおる。
大体ね、そう、まあ、カップルの喧嘩とかに多いんかな。どっちか言うたら。めっちゃ嫌いわ、そんな女。別にってね。別に。うん。怒ってるやろ。別に。なんか言うことないんみたいなね。ああ。は？そっから喧嘩や。また。あんのお前やろってなよ、そんな。言うことないんって言われたら、お前やろ、あんのは。なんか言うことないんもそうですけど、まあ、いっちゃん怖いのは、隠してることあるやろっていうやつ。あれずるいな、確かに。あれずるい。あれはほんまずるい。たまにほんまになんもないときあるんですよね、あれ。そうそう。けど、なんかドキッとする。ね、そう。あったかなって、いろいろめっちゃフル回転して、うん、あれかな、うん、あれかな。え、もしかしてあれバレたんかなとか。いやでもこれ言ってちゃうかった寒いなとか、うん、マジでなんか3日分ぐらいの脳みそフル回転して一瞬でえ、いや何もないと思うけどって言ったら、うん、あーよかったとか殺したのか思うな何の鎌かけてきてんねんあれあかんわあれあかんあれ一回言うたびに1万円払ってもらういやほんまそうあとあの携帯勝手に見て何もなかったら10万払えよって。ああそれほんまに思う。ああスマホ見られるとか結構あること、いやないかな、でも10代の時とかようありましたよ。そんなあることではないけど、そのうんね、うん、いやまあまあ食らったかな俺。まあ、見られるはないけど、その見せてっていうのはあるかな、うん、見られて何かバレた時しかこっちは見られたことに気づかんから。ああまあそうよね、多分知らんとこで食らってるのもあると思う。あそれはあるかも。そうでしょ、うん、見て何もなかったら見たって絶対言えへんもん、うん、怖い配信になってる。昔ですけど、うん、あの寝てパッて目覚めたら横におった彼女がいなくて、うんうん、ね、どこ行ったのと思って、でトイレとか探してもいなくて、うんうん、風呂場をまさかな思って開けた、真っ暗ですよ。ああ風呂場で俺の携帯握りしめて泣いてたってなりましたね。むちゃ怖い。怖むちゃくちゃ怖い。真っ暗な風呂場からすすり泣く声聞こえてくるんですよ。いやもう怖むちゃくちゃ怖い。俺なんかもう妖怪かなんかに食われてんちゃうかな。風呂場で。結局何やったんすか、うん、それは何やったの、なんかその。彼女とのデートを断って連れと遊んでたみたいな。ああなるほどね。浮気とかじゃなくてね、はいはい、結果ねその彼女は最終ですよ、うん、はい、俺が寝てる時に、まあ、違う日にね、うん、なんか違和感感じてパッて目開いたら、おめちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃダークな話しましょうか。なんすかなんすか、なんすか。いいかな、みんなみんないいですか、この話好き、みんな。俺がはい、なんでしょうね、いやこれいいかな、いいかな、闇深いですよほんまに。あのね皆さんよう聞いてくださいね、はい、あの南に闇スロってあるんですよ。闇スロ、うん、はい、言うたら未だに4号機とか置いてて、おう、言うたら違法のスロット屋ですね。うんうんうん、うん、まあそのあるのはもうみんな知ってるんですよ、うんうん、南でおったらね。でそこにめっちゃ通ってるおっさんがうち、ん、によう飲みに来てたんですよ、うんうんうん、いつも負けてね、はいはい、今日も負けたわ言うて、なんか、まあんまお金もなくて、はいはい、もうワンセットで買えるんですけど、うんうん、その人がいつも負けてずっと負けてほんまにしんどそうやったんですよ、はい、である日負けてきたのにめっちゃ明るかったんですよ。ほう、その1回だけっすよその時。それまでいつも落ち込んでたのに、はいはいはい、めっちゃ明るくて、であの金もなんかいつもやったら出せへんようなドリンク女の子飲ましたりとか、ええーね、まあ、簡単に言ったらシャンパンおろしたりとか、はいはいはい、やるわけですよ、はい、うん、いいねいいねみたいな、金なんかも回りもんや言うて、はあはあ、で最後ね、会計して帰るときに、いやこんな使っていいんすかみたいな俺言うとって、はいはい、あまあいいねいいねただその時だけなんか急に真顔なって、うん、もうええねんって言ったんですよ。うわね、怖っ。ほんなら、は
はい、まあ、その人の連れが次の日来て、はい、あいつ首吊ったぞって、怖いでしょ、怖っ、めちゃくちゃ明るいんですよ。あ、僕は小学生の時の話ですけど、学校の近くにあの公園があるんですけど、はい、あの登校中に公園を通ったんですよ、はい、したら運転ってあるじゃないですか、あのね、ぶら下がって行くやつ、パッて見たらそこになんかほんまちっちゃい女の子と大人の人がおって、はい、なんか喋ってんのかなみたいな、ちょっとこの人下向いて女の子の方見てるから、で女の子一人なんですよ、だからまあ親子かなんかなんかなみたいな、はい、でそのなんていうの、小学生4年生かな俺ぐらいの時に、その小学生なりになんか変やなと思って、はい、行ったんですよ、そっちに。ちっちゃい子がなんかどうやらなんか知り合いじゃないって言ったらあれやけど、なんか家族っぽさはないなと思ってパーって見に行ったら、ガラスのように綺麗なハートを俺の色で染めたい、夜中窓を開けたら、はい、カッパおったんですよ。信じないというよりはそのどう信じていいのかっていういやもうありのままを信じてほしいのカッパ見たって皆さんカッパはいますカッパ見たのに電車、俺ね、まあ、電車で俺痴漢にやったこともあるんですけど、え、俺が逆痴漢ではなく、ではなくその男と男の勝負、はい、男と男の勝負ですね、勝負で、はい、まあその、まあ、その話からすると、うん、それはね、なんか気持ち悪いおっさんやったんですけど、はいはいはい、僕高1かなぐらいで電車乗ってて、まあ、向かい合わせやったんですよ、はい、向かい合わせ、ほんほん、はい、立ちですか、立ちで、あ、立ちって言ったらなんかややこしいなスタンディングで、スタンディングで立ってて、まあ、立っててもあれやけど、まあ、はいはい、で、まあ、ぎゅうぎゅうですよ、満員朝の。ああ、なるほどね、そういうパターンね。はいはい、そう、ほんで、まあ、向こうは前にこうカバンを持ってて、はいはい、で小指で、ほう、俺のズボン越しにね、おう、そのあたりをずっと練ってるんですよ。むちゃくちゃ寝られててさすがに、ね、ちょっと寝るっていうのやめてもらっていいですか、わかるけど、動きはわかるけど、そうでしょ、あの動きをね言葉にするのは寝ってるんですよもう触るとかじゃない、寝る、うん、腹ちぎれる多分表現としてはそれなんだ、うん、そうですね、一瞬で想像できたから面白すぎて、うん、そうでしょそうそうそう、はいはい、そんな触るとかいう名前さしいもんじゃなくて、はいはいはい、寝られて、はい、で俺まさかじゃないですか、男やし、まあまあそう、びっくりしますよね、びっくりする、でも俺それまでは女の子痴漢されたとか聞いてもね、はいはい、言うたらええやんって思ってたんですよ痴漢されてますって、はいはい、言えよって、はいはい、思ってたけどね、あれね、声出えへん無理無理、ああもうね、そうなんや、寝られるがまま嫌いですね、で車を 100m くらい先に置いて、おうおう、じゃんけん負けたら一人で、はい、あそこの近くの公衆トイレ行って、おう、あらかじめなんか鍵かなんかをね、みんなで行って置いてあるんですよ、はい、おうおう、それを持ってこなあかんっていうのをようやってたんですよ、うわ怖っ、街灯一切なしで、いや怖い怖い、携帯の明かりだけで、はいはい、取りに一回僕行った時に、そこ実はね新聞にも載ってたんですけど、ほう、あの死体が捨てられてたトイレなんですよ、おお、ほんまに殺人事件で、はいはいはい、死体遺棄があったトイレなんですね、そこ、はいはいはい、だからそこ行ったんですけど、はい、まあその今のその話を知った上でね、うん、死体が捨てられてたっていうのを、行ったら、はい、トイレの横にゴミ捨て場があるんですよ、うん、横、ほんまに横、はいはい、そこにね、そのゴミをね、
ポイ捨てをするなよみたいな感じで標語が書いてあるんですけど、あーはーよくあるやつの、はいはい、その言葉がむちゃくちゃ怖くて、俺一人で行って、はいね、鍵取って携帯の明かりでパッて標語見たらね、はい、私をここに捨てないであなたと一緒に帰りたいって書いてあるんです。いや怖い怖いむっちゃ怖いでしょ。怖っ。どうしたんですか。走って帰りました。もう 100m 走ですよねあらくらくん頑張ってください。11秒ぐらい出たんちゃうかなあれ、あの 100m やば記録出てる。駐車場のぐそで思い出したんですけどどんな思い出し方やろくな話しちゃいますよ。あったな思ってはいはい、俺じゃないけどはい、はい、あの僕の先輩がね、はいはい、なんかいきなり一緒に遊んでる時に南署から電話かかってきたっつってほうほうほう、ね、なんかどうやらもうちょっとまああまり警察に知られたらあかんようなものを持ってたみたいで。ゲストの枕社長もありがとうございます。はい、第3回でありながらね、めちゃくちゃ、はい、長い時間喋ったりめちゃくちゃおもろかったっすね。おもろい話もできましたので、はい、またよかったら次回というかね、また呼ぶ時があれば、来ていただいたらと思いますね。はい、はい、では何か、ございますか。告知的なものがあれば一応しといてもらったらと。告知、まあこれといって言えば、まあ毎日ね23時から配信っていうのをね、うん、まあできない時もあるんですけど、うん、まあ、基本はまあ23時から生配信やってます、うん、で、まあ月曜とか木曜にね夕方ぐらいにまあ参加型やったりとか、うん、はい、まあいろんな配信のねその時気まぐれでねやると思うんで、はい、まあまあまあお時間が合えばねぜひ皆さん遊びに来てください。イエーイ、はい、イエーイ。じゃあ続けてなんですけども、このラジオの感想など言っていただければと思います。いやもう、いやほんま思ってた3倍ぐらい楽しかったっす ねみんな言うてくれますわそれは。いやほんまにだってね最初だってね2時間ぐらいですかねとか言うてましたよ、うん、はいはい言うてましたね。まあ2時間あったら十分喋れるでしょうみたいな、うん、実は3倍伸びてますからでまあまあ今回話通してねいろんなちょっとこと知れて、あこんなん思ってはんねやとか、あスタンスこんなんなんやって、まあなんか再確認もあれば新しいちょっとことも分かったんで、この配信をする前よりはねさらに仲良くなれたかと思いますね。なれました、大成功でございます。はいはい、じゃあ、終わりたいと思います。はい、はい、皆様ありがとうございました。またお願いいたします。ありがとうございます。なんかちょっとこう体ゆすって踊ってるっていう、歯3本なくなって怯えてる社長とグラサンかけて、はい、むっちゃだるそうな顔で羽ついてる持ち踏みのシャメいらん